オー,バーいただければ全然やります全然やるんですけどどうなんですかね、僕との対戦受けてくれますかね、復帰戦で一番結構ね、相性悪いじゃないですか、向こうからしたら、<laughs> きっと強い,いや僕は、ね、僕には全然メリットしかないので、名前ありますし、実力ありますし、僕にはメリットしかないですけど、受けてくれるんだったらやりたいです。 はい、そこはまあ相性という部分でいうと、えー、自分がまあ勝てる確率はご自身としては結構高いそうですね、まあ、いろんなことを加味しても、えー、朝倉選手はまだ治療に時間がかかると思うので僕は今、ノーダメージですし試合に向けて仕上げてきている中でもっと、ねえー、オファーをいただいたらもうここからまた2ヶ月後に向けてやればいいだけなので。 あのそういういろんなものを含めたとしてもあと、相性的なものも含めて僕、有利じゃないかなというふうに思います、まだ全然対戦、ね、決まってないし、煽おるようなこと言いたくないんですけど、<laughs> まあ、期待あそういうふうに組んでいただけるんだったら、期待に応えるような試合はできると思ってます。な、えー、なんなんですかかね別になんか 打撃のスパーリングだと全然、うちのジムでもボコボコにされるのでしかも練習でそんな強く打つことなんてないじゃないですかなのでうんミットで頑張って強く打つバックサンドバック強く打つぐらいじゃないですかね。あんまり、今回は打撃がっていうよりもうん組んだとこからの近い距離の打撃。 っっていう感じだったので、まあそ、そこは結構自信があるので僕は近い距離の打撃っていうのはもともとレスリングのこの差しの動きだとかっていうのが結構近い距離の打撃に似ているのでまあ、そこですかねバックボーンが生きてるんですかね僕もわかんないです。ありがとうございます。はい